ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸沼崎の内田です。本日は木津川市兜台にやってきました。今日ご紹介するのは、3DK の賃貸アパートサンクレストの B 棟です。それでは早速中のご紹介させていただきます。まず最初にご紹介するのはキッチンのスペースとなっております。こちらはですね、このようなオープンタイプのキッチンがついております。調理するスペースもこのようにしっかりとございますし、収納の方もしっかりと上下にございます。キッチンの後ろ側には洋室がございます。こちらは広さがおよそ6畳ぐらいの洋室となっております。リビングとして使っていただける、そんなお部屋となっております。こちら2面に窓がありますので、非常に明るいお部屋となっております。また収納の方も一番奥にこのように、およそ半径の収納がございます。高さが結構しっかりとございますので、十分、物を入れていただけるそんな形となっております。それから先ほどのキッチンを通り過ぎまして、奥に行けば水回り、洗面所がございます。まずこちら洗面台ですね。そしてその奥には洗濯機置き場となっております。そこからですね、奥ぐるっと回っていただければこのようにお風呂がございます。お風呂には窓もついてますので、しっかりと換気を行うことができます。それではあと2つ、お部屋をご紹介させていただきます。こちらです。まずこちら開けていただければ、和室の6畳となっております。こちらの和室はですね、見ていただければ非常に分かると思うんですけど、1階のお部屋となっておりまして、大きな専用庭につながっておりますので、非常に明るいお部屋となっております。収納の方もしっかりとございます。こちらですね、一見の押し入れタイプの収納がついております。それではもう一つ、お部屋がございますのでご紹介させていただきます。はい、こちらがおよそ4畳半ぐらいの洋室となっております。こちらの方もですね、先ほどの専用部屋に続いておりますので、こちらのお部屋の明るさも申し分ないという感じとなっております。それからですね、こちら次が玄関となっております。はい、玄関のスペースはこのように結構広く取ってあります。下駄箱等も置いていただける、そんな、玄関となっております。はい、それではお部屋のご紹介の方はこれで終了させていただきます。気になる条件等は長野もてなしなら心賃貸沼崎のホームページをご参照ください。はい、そんな感じで本日はサンクレストのご紹介でした。また見てね。